はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。飲みながら野望申請やっきょっしょー。さあ、前回はこちら、北陸地方へ進出していきました。で、進行は順調だったんですけども、徳川の抵抗激しく停戦を申し込みました。その期間なんと30ヶ月でございます。さあ、2年半しっかり内政頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。はい、宿老の黒田長政様ら12名が亡くなってしまいました。そうか、黒田長政亡くなったか。ここで、いやー、ほんとね、今までありがとう。すごいね、助かったわ。いやー、ほんとありがとう。で、いや、どんどん亡くなっていくな。やばいやばいやばい。やばい、寿命尽きるラッシュが始まってる。えぐいな、今回。やめてやめて。もう誰も死なないで。お願い。いや、めちゃくちゃ死んだな。で、徳川との停戦があと21ヶ月長いね。めちゃくちゃ内政できるじゃん。じゃあ、とりあえず金があるんで、じゃあ、ランジャタイ買って。で、まあ、この辺も買っておくか。で、現在、本拠の方はこちら、大宮八幡城に移しておりましてですね。で、自社建設ですね。で、金銭収入もめっちゃ増えてんだよな。まあ多分それは徳川も同じことでしょう。現在勢力差はまあこんな感じですね。だいぶ勢力差ついてるね。はいはいはい。いやー、この21ヶ月後が楽しみですね。よろしいです。はい、徳川家との停戦期限切れとなりました。いや、30ヶ月長かったね。で、その間しっかり内政ができまして、現在小早川家の最大兵力は10へ136万。すごい。で、徳川家は66万か。そんなに兵数増えてないな。まあ、一回ね、台風挟んだんで、まあ、それの影響があるのかもしんないんですけども、いや、小早川家めっちゃ内政育ってる。よし、じゃあ攻めていきましょう。まあ、これぐらいいればいいんじゃね。ということで、徳川攻め再開していきます。いくぞー。さあ、この2年半の鬱憤をぶつけてやるんだ。さあ、いくぞー。さあ、では合戦やっていきましょう。はい、カモの戦い、小早川秀明 VS 相馬としたね、いきましょう。いや、相馬としたね、よく出てくるな。いや、偉くなったなこいつ。さあ、行きましょう、うん、こいつとか言ってごめんね。行きましょう。さあ、勝負だ。行きまーす。はい、回戦出品。行くぞ。さあ、まずはまずはで、部隊数の方はね、向こうの方が多いので、ここはまあ、ね、慎重に行きましょう。はい、劣勢にござる。そう、囲まれたらやばいからね。で、いきなり劣勢なの。で、こっちもちょっとあんまりよろしくないね。さあ、一番やりはバンダウンウェイも。さあ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 、まあ、まずはコブは取らせよう。で、こっちの谷君はね、じゃあこっち来てほしいな。さあ、騎馬突撃。あー、で、こっちはね、あんままあいかないで、うん、また攻撃されちゃうからね。さあ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 、いやー、でも、あー、こっちはまずいな。そう、コブ取れなかったか。はい、まあ、取れなかったというか、このね、コブを取った部隊が縦に分かれちゃったから、コブ取れないね。で、こっち大丈夫。ああ、こっちも挟まれてる。バンダウンの。お前は、お前というやつは。なんでみんなそんな挟まれるの好きなの。で、四季引き。で、こっちも挟まれてるやん、もう。なんでそう挟まれたかるの。逃げて、後藤又部。逃げて、逃げて。で、福島なぎさちゃん撃破。はい。で、じゃあ、こういくか。はい。行きますよ。一旦聞いて。さあ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 。で、こっち、はい。まあでも言うて、まあ2000ぐらいの舞台だったらすぐ見せるか。はい、頑張って。こう、もう負けたら承知しないよ。で、こう、で、こうして、で、こっち行くか。はい、 OK、 いいんじゃない。さあ、うちらの方が強いということを見せてやろう。はい、はい、で、こっち、はい、鈴木重友撃破。早い。で、四季も盛り返してきたね。じゃあ、こう。で、こっち、バンダウエモンがきつい。わかった。こっち、手伝いに行く。オッケー。で、チマハセン、じゃあ、こっち行って。はい。ちょっと、バンダウエモンがやっぱきついな。頑張れ、頑張れ。
で、こっち、で、こっち、はい。で、こなしてる。で、こっち、はい。で、こなしてる。混乱持ち多いな。さあ、で、これ、ケースの、ね、大谷義継。そう、大谷義継ね、意外と長生きなんですよね。行きますよ。さあ、で、これは誰？はい、木の采配、あ、石田三成だ、あ、かっこいい。さあで、コブやられた。そう、ずるいぞ、コブはずるいな。で、南部と品を撃破、はい。で、じゃあ、はい、こう、いや、南部ね、一族出世してますな。はいはいはい。で、そこでやったんです、はい、で、こう、はい、で、さあで、2万が来ている、まずい。これまずこっち行ってあげて、でこっち撃破、 OK。 で酒ので撃破からの、じゃあこっち行きましょう。はい、行くぞ、えぐえぐえぐえ。そう、またコブ、コブが取られちゃうでしょ。あ、取られちゃうのこれ、取られちゃった、ごめん、なんてことだ。でこっち、はい、伊藤、伊藤再撃破で、こっち、はい、で、バン・ダウエモンは、まあ、休憩していいや。はい、こう。で、こう。いやー、アチャのツボできつそうだな。で、こっち。何度もここは、こっち来て、はい。おいですよ、はい、こう。で、そこ撃破、OK。後藤寿庵撃破。で、こう。さあ、で、そこは囲ってしまえ。で、こう。はい。一旦休む。はい。さあ、で、加藤義明、お前も元気だな。水戸ナイス。さあね、はい、鉄砲、鉄砲ね。で、混乱してるやん、また混乱。この時代の武将、混乱持ち多いね。いやー、ちょっとやりにくいな。で、相馬と下で撃破。いや、戦が長えわ。あと、これやな、はい。で、こう。で、ちょっとここ下がろうか。だー、休みたいよね、そうだよね。オーケーオーケー。あと、抜き口1個ぐらい壊せればだな。いや、敷きたっけ、なんでそんな敷きたっけの、鹿島神宮があるからだよね。一旦ここ下がれ。すげつい。で、そこ撃破ね、オーケー。そうやな。じゃ、ちょっと。そうですね、こっちの舞台はこう行ってもろうて、で、こちらな、はい、さあ、ひねり潰すぞ。うわ、コブ撃たれた、最悪だ。このタイミングのコブはやばい。で、そこもコブ、とりあえず、なんで早く落として。勝敗を決めてやりましょう。もう元気になっちゃったじゃん、どうすんのこれ。1万はそうですね、あー、こっち行くか。さあ、コブ壊して、コブじゃなくて軒口、はい、技能采配。さあ、イケメン石田三成。さあ、潰せ潰せ。勝機を見出す時。さあ、で、はいはい、これはケースの材ね。よし、倒したか。いや、強っ、ナイス。で、徳川家光捕らえたり、おー、家光捕らえたの、やるね。いや、でも家光を処断してもな、徳川家の跡取りめっちゃいるんだよね。さて、セアスナイス。で、こっちはじゃあ一旦休んで、はい、で、1万3000来てるよ。で、こっち抜き口到着してる、ナイス。いけるいける。で、こっち、はい、まあ、ここでもうチェックメイトや。で、こっち、はい、で、こっちも相手対 OK。 さあ、もう2年半ナイスでしたからね。で、またまだコブ生きてるの、おかせ長いわ。で、そこ壊滅 OK。 はい、こう、はい、終わらせて、もう楽に仕上げて。到着してる。そう、ギリ間に合ったか。で、これで終わった、まだ終わってない。おー、長いな。で、そっち、もういつまで戦ってる。はい、こう。で、そこ撃破ね、オッケー。あ、千姫取られたり。お、徳川一族、なんかめちゃめちゃ捕まえてるね。ナイス。オッケー、楽勝。オッケーオッケー。で、2人もね、いやー、徳川演者のものを捕まえてるから、いいですね。3人とも打ち来ない、あなたに、まあですよね、来ないですよね。 できません。まあ解放してあげようか。はい、しょうがないな、ありがたきこと、うん、感謝してね。さあ、ここで異風凶が発生しますわ。
我らの勝利。そう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 、まあこれミノはほぼ統一したかな。オッケーナイス、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。さあこっから海、または北陸または、東海の方へ、なだれ込んでいきましょうね。さあではもう一度合戦やっていきましょう。はい、揚げ松の戦い、小早川秀明 VS 伊達政宗。伊達政宗来たか。いやー奥まで来たって感じするよね。さあ行きましょう。いやどん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 ね、徳川の武将たちが強くなってくるからね。さあ気を引き締めていきましょう。行きまーす。はい、回戦出品。だがしかし、ここにいるのは城代。城代に何ができる、舐められたもんだ。まあ、ただこちら伊達政宗そして沢田幸村がいるんですよね。これは厄介ですね。いや厄介なやつもねしっかりいるんですよね。でこっちどうなるかだな。さあコブの取り合いになるよ。さあ一番やりは、はい、鍋島重方かな。さあ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 、あーそういえば後ろに、こちら、まだ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 、ちょっと待って、お前だ毛利秀元、何をサボっている。ちゃんと戦わないとダメだぞ。もうサボったら降格だからね。でこうで、まあこっちはまあ大丈夫でしょう。まあ、なのでこっちの上に行ってあげるか。はい、さあコブを取れ、コブを。さあコブを絶対に渡すな。まあ言うて兵はねたくさんいるからね、大丈夫大丈夫。でこの辺りでじゃあ下げまして、はいはい、まあ、大丈夫よ。他のとこは大丈夫だね。 OK、 よし。いや士気高いの厄介だよな。そう後ろのね伊達政宗とかね、でっかい部隊と戦わないといけないから。こっちはい、さあさあさあ、あーよかったよかった。さあいやあちゃんのつぼねもね複雑でしょうね。なんであちゃんのつぼねがうちにいるんだろう。変なの。で毛羽大正則やられた。何なんだって。まあしょうがねえしょうがねえ、よう頑張った。で加藤義明のナイス、いいね、よし。でこっちも OK、 下がっていいよ。でこっちも下がっていいか。でこっちも下がっていい、はい OK。 さあ命大事に、ええー、こうやな、はい、OK。さあ、やつらを一人も逃がすな。で、じゃあ、森近はじゃあ、伊達政宗の方行ってもらおうか。まあ、お前なら大丈夫なはずだ。はい、ね。で、こう。で、こうやね。で、伊達政宗が動いた。で、そこ、池田千ちゃん撃破。で、こっちもきついよね。あそうか、こっち。いやー、細川忠俊しかいないのか。まあ、じゃあ、こっち行ってあげるか。はい、こう。で、じゃあ、こう。で、こう行って、こうやな。はい、OK。で、こう。はい。OK、いってらっしゃい。大丈夫だった。OK。さあ、で、こちら、この男。はい、ケースの隊。大谷をつぐ。さあ、そして、いや、山田軍隊撃破。OK。でそこにいるのは誰だ。あー毒牙竜だ。お前かい、痛い痛いよ。結構よし、いけるいける。さあ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 、敵の退路を狙います。さあいけるいける。なせはやっぱちょっとこっち頑張ってほしい。はい、できたー、コブ。あ、これがあったわ。まあ、だったらワオペでも大丈夫か。さあどうでしょう。さあでこっち、あー黒だ、黒だ。でこっち撃破。いやー意外としんどいな。でこちら100節復活かな。でいやー伊達政宗どんどん来てる。伊達政宗たちがどんどん来ているよ。ここ、はい、さあでこの陣取ったか。オッケーね。まあ、これで一旦回復して、はい、で奥の雪村の部隊も潰さないといけないからね、きついね。オッケー。さあでそこ撃破。オッケー、よし。でやっと士気半分超えたぐらいか。でこう、はい、さあでこっち、よしよしよし。さあでそこも撃破ね。オッケー。で、5回滅ね。オッケー、忙しい、実況も忙しいわ。さあでこっち、1万5000が動いた。まずい。
さあ今のうちに乃木口を壊してくだされ。さあ勝たないなー、それは痛いです。いや体力が半減するのは痛いよな。でそこを、すかさず六門戦バー痛い。で日立河内城代撃破 OK。 はい、だー加藤義明がやれたなと。強っ、どんだけ強いねお前は。でこはい、さあそっち早く倒して。はい、毒ア流で7500もこっち行ってあげて。はい、さあこっち何とか足止めしてる。ナイス、いいね、いい足止めだなそれ。やったー、勝ったー、ナイス。いやしんどいなーここ。早く鹿島神宮取らねえと、ほんとやばいわ。さあでこれでさあ下位に食い込んでいく。はいはいはい、さあただこの辺は山が多いからね、ちょっと威風が広がりにくいというのはある。でどうでしょう、はい、そんなことが。あーでも4つ拠点取ってくれたか。ナイス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 。戦の下、はい、こちら甲府城あっという間に落ちた。ナイス、いいね、よしよしよし。で敵将捕獲でこの方東洋、はい、あー来たー、ナイス、よしよしよし。徳川家もね崩れ始めてきてるね。よし、じゃあこのまま岩戸の城で3万はそうだな。いやーこっち駿府館行くのもありかな。いやでもこの辺まで行くとな、さすがにねちょっとね本拠地から遠いんですよね。まあとりあえずちょっと舞台だけ潰すか。でじゃあ3万8000は、じゃあこっち行こう、駿府館。はい、取りに行く。はい、でカンバラ城落ちましたね。そっちまで取っちゃった、強いね。出てきた捕獲で庭長重、はい、こんにちは、オス。でこんなところまで来ちゃいましたね。いやーそろそろ壊したいけどな。いやまだいける、まだいける。さあ駿府館も落としてしまえ。で金プ戦地8点です。寺の商業プラス2000です。やったー。でこれは熊野三座8点ですね。いいですね、これも兵数ね地味に増えるから助かるわ。さあ駿府館、これ駿府城か、お城になってる、すごい。さあ落とせ落とせ、潰せ潰せ。で勢力目標大一を達成しました、ナイス、オッケー。さあ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 、で徳川の部隊が、甲府城も来てんだよな、恐ろしいね。で春日山城の沢田幸村闇討ち来たね。やるね、嫌いじゃないよ。で長浜城の開発ももう終わりそうかな、どうだろう。でこっちの富山城の舞台も来てんだよな、怖いね。さあ東大寺再建ナイス。で労力プラス2、よし、いいですいいです。内政めっちゃ回ってる。で駿府城落ちた、早い。強い、助かる。でこの方東洋、はい、やった、ね、でそうですね、じゃあこっちの2万の舞台はまだいけるのか。こっちいける、さすがに無理か。まあもうそろそろ、もうそろそろ停戦ですかね。もうやめませんか徳川様、諦めてくれませんかね。はい、沢田信忠様が報復する、素晴らしい。オッケーオッケー、よし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 、オッケー、お前は里いやつだ。じゃあまあ所領安堵とかやって、でお金もあげて、まあこれで交渉値200ですね。オッケー、やったー。さあ掛川落としました、ナイス、オッケー、でかい、素晴らしい。んでここはそうだな、まあもう帰還していいかな、まあ帰還していいか。まあそろそろ停戦のタイミングかもしんないけど、もう訂正もしなくていいんじゃないかなとも思うんだよね。さあということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした、さよならー。